スタジアの件でございます。今回もコッツラーン。普通に言うか。出かけよう。はい。ね。はい。すいません。おふざけが過ぎましたよね。はい。申し訳ない。ということで今回はクルトロンね。はい。このボックスのボックスボックスボックスでね、このデュアルドライブね、オーバードライブ。2チャンネルタイプのやつでございます。はい、こちらで遊んでまいりたい。そして、アンプはワープ2ヘッドになります。はい、お願いします。クリーンから。
ね、ワープティーってみましょうか。マイク大丈夫かな。まだ大丈夫でした。バッテリーがね、バッテリーが切れそうですよってね、教えてくれてるんです。うん。でもね、無視して続けようと思ってるんです。とんでもないよね。はい。ということで、ワープチャンネルの方にね、行ってみましょうか。とりあえず、全部12時でいっか。ね。じゃあ、ワープ行きます。ワープ。なるほど、これはもうやりすぎですって。っていうことはもうこっち上げれないじゃんね。上げれんの、あれ。これ以上は危険だね。でもこっち、これこっちあんまり、ここら辺ぐらいからだね。ここら辺まではいけんだ。だこっちはこう来て、あ、ここら辺からもうダメだね。こうしてみる。
霜なんで、これを上げなければいけるか。あーでも結構来ちゃうね。まあこれやっぱここが限界ですね。このワープティの今の歪み量、まあ歪み減らせばそれはそうですけどもね、今1時ぐらい1時ぐらいだとこれが限界かしらね。ね、短めにいきましょう。はい、ということでね、バッテリー確認してみましょう。お、まだ取れてますね。結構早めに教えてくれるみたいですね、こちらね、荷物チェックでも出てきましたけど、こちらね F2 ね、ズームの F2 ね。はい、ということで、ね、終わりましょうね。ということで、私の結構お気に入りのこれペダルでございますけども、今回ね、前回前々回前々回とか、まあ、いろいろ遡っていくと分かると思うんですが、まあ、JCM900 ですごい気持ちよかったと。このねボックスのクールトロンのこのオーバードライブが、うん、これがすごく気持ちよくて、オリジンでやってみたけど900ほど気持ちよくなかったですみたいなね話をさせてもらって、で、今回のこのワープティーもやっぱ900ほど気持ちよくはなかったな、正直。なんだろうね、やっぱ相性なんですかね。これすごくなんか荒いベイベー歪みっていう、なんか暴れた歪みっていうか、なんかなんていうの、なんかそういうこう荒々しい感じの歪みと捉えてるんですよ、私的にですよ。やっぱそれが900に合ったのかな。 Oh my god。 うん、ワープティーもオリジンも、まあ、今回のワープティーもオリジンもそこまでじゃ、まあいいですよ、うん、やっぱこれ好きな音なんで、あの気持ちはいいんですけども、まあ、900でやったあの衝撃というか、あれはないかな。だから900の時に持ってって使うのが一番いいのかもしれないですね。
まあ2000で使ったことないから2000がどうなのかもちょっと気になりますけどもね。2000確か使ってないですよね。使ってたらごめんなさい、後で調べておきます。まあ何にせよね、この歪み成分がこちらのボックスのこの古いねオーバードライブの歪み方が私の好みですので、まあ今後もねまた使っていきたい、このように思っております。はい、ということで今回も長時間のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録並びに高評価、はい、よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。おしまい、バイバーイ。